口立った。日本人はみんな痩せすぎなんだ。太っていこう。もっと体型をグローバルにしていきませんか。なってたね、皆の者、ダイエットをしている画面の前の女たちいるんだろう。そこの君のことだよ。私もね、ダイエットをしている身なんですけど、糖質ダイエットをしております。糖質といえばご飯、パン、芋、その辺ですよね。私は普段からご飯、パンをあまり食べない生活をしてるんですね。だが今日に限っては、いや、この期間に限っては緊急招集だ。皆の者、集まれ、ここにな。わーわーわー、ここに集まってね。全国民、全ダイエット民に許可をする。マックを食べていいということ。なぜかというと、チキンタツタが発売されたからです。もうやってくれたな、マクドナルド。我らのモチベーションを返せ。期間ごとに毎回容赦なくへし折ってくる。大好きです。それでなんとね、やってくれましたよ。山口県下関市、ウーバーイーツ始めました。あ、違う、ウーバーイーツは一生来ない。山口県にはウーバーイーツは来てくれない。私たちはどうなってもいいというのか。でね、いつももう憤慨してるんですけど、だがそんな私たちにも希望の光がこのように、あ、光が降り注いでます。市内のマクドナルドが配達を始めました。私は一歩も家から出ずにマクドナルドを食べることができる。まあね、ただ多分配達料とかもかかっちゃうと思うのよ。その分高いじゃない。だからまあ今回だけね。私あんまりそういうのにお金かけたくないというか、配達料それだったら自分で買いに行くよってなるタイプですけど、今日はちょっとね、その配達機能を使わせていただいて、なんかウーバーイーツ気分みたいな。だから本当にね、ウーバーイーツがないことによって、私はなんかこう、なんだろう、変な執着を沸かせている。ウーバーイーツがしたい、ウーバーイーツがしたい、もうただただ食料を運んでくるだけなのに、それに対してすごい執着心を持っている。お前のせいだぞ、ウーバーイーツ。電話をしていきます。 GO! あ、すみません、宅配ってやってますかね。あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。専用のアプリがございますので、そちらの方からしていただければ。アナログババアとでも言いたいのか。そうなんだ。あ、電話じゃダメなのか。早く。ちょっと立ってから押さんと恥ずかしい。すぐ。はい。ウーバーイーツみたいなカバン持っとったわ。早速食べるよ。いただきます。普通のチキン立てたから。チキンの味が濃い。下にタルタルソースが入っとって美味しい。めっちゃ美味しい。一口立てた。で、今日はチキン尽くしにしたくて、シャカシャカチキンも買ってみました。これさ、別に何もシャカシャカするわけじゃないんだ。まあいいや。瀬戸内レモンタルタル、レモンだ。チキンとタルタルソースだけ重くなっちゃいがちなんだけど、レモンでやっぱ爽やかになって美味しいです。やっぱ食べて思ったわ、日本人はみんな痩せすぎなんだって。だから太っていこう。もっと体型をグローバルにしていきませんか。この前それ言ったでしょ、みんなに。でさ、誰も太ってくれないね。誰も先陣を切って私太りますって人がいない。お前がやればいいって思うかもしれないですけど、怖い。だって私が太ったところでみんなが太ってくれるっていう保証はないでしょうよ。一斉にせーの、はいって太らない
ないといけない。ちょっと先に今画面を見てるあなた、先にちょっと太ってくれませんか。私2ヶ月で何キロ太りました、ビフォーアフターの写真を送ってくれたら OK、 じゃあ私も太ろうって言ってね、太ることを決心します。日本の平均体重を上げようってことですね。もうね、日本の女子はみんなダイエットに追われすぎなんですよ。ダイエットしなきゃ、ダイエットしなきゃ、正月太りした、ダイエットしなきゃ、もうねみんなうるさい。だからもうみんなで太ったらマック食べ放題、焼肉、パスタ、寿司食べ放題。そしてね、みんなが食べることによって経済が回る、みんなが太ることによって経済が回る、景気が良くなる、みんなで経済ブーム回していかない。だからもうそれの先陣を切ってあなたが先にやってくださいっていうことですね。私は後に続いて太りますので、先に太ってください。もうすぐ2月ってこともあってバレンタイン、最近ねちょっとハマってることがあって、石原さとみごっこっていうのがここら辺で流行ってて、ここら辺ね、ここら辺で流行ってて、誰が一番石原さとみっぽく食べ物を食べれるかっていうゲームなんですけど、まずいきまーす。3、2、私そうたくんの作るボンボンショコラ好きだな。絶対今石原さとみだった、降りてきてた。だって今の記憶ないもん、今乗り移られて全然分かんなかった。え、何が起きたの。んこれがオレンジピールとジンジャー入りのロシェでしょ、でこれがラムレーズンをつけたやつ、いただきます。ロナウルのチョコ最高、世界一。あ、違うよ、ソータくんのチョコは別格だよ、他のもんと比べるもんじゃないから。あ、え、何があった今。食べる？関節キスしてみ？え？おう！ごちそうさまでした。満足です。皆さんも気になる人はぜひ食べてみてくださいね。ということで本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、チキンタスト食べたいって思った人はチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。一冊 TikTok もやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。